新日本橋駅は東京都中央区日本橋室町4丁目にある東日本旅客鉄道総武本線の駅である。駅番号は上20。当駅は総武本線の近く間に設置されており、運転系統としては総武快速線の列車が停車する。当駅に乗り入れているのは JR 東日本のみであるが、当駅からの連絡通路を経由して、 三越前駅に乗り入れる東京地下鉄の銀座線と半蔵門線との乗り換えが可能となっている。島式ホーム一面二線を有する地下駅である。隣駅の幕露町駅と同じ発車ベルが用いられている。JR の駅構内にある出入り口は1から6番8番の7カ所ある。ホームと改札を結ぶエレベーターが設置されている。改札街と地上を結ぶエレベーターは、 JR の駅構内になく、接続する三越前駅のものを利用する形となる。直営駅であり、管理駅として、暴露町駅を管理下に置いている。かつては、切符売り場の横に緑の窓口が設置されていたが、2010年10月31日で営業を終了した。2020年度の1日平均乗車人員は15,368人で、ある。 総武快速線の駅では最も少ない。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。中央通りを7から8分ほど北上すると、神田駅に到着する。総武快速線停車駅から、同駅周辺へは、錦市町駅、秋葉原駅の理解で同駅へ向かうよりも当駅から、歩く方が早いことも多い。なお、両駅の連絡運休は行われていない。 出展広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。